こんにちは、上田家です。今回はサーフェスブック3を使って旅ムービーを、ね、作っていきたいと思います。はい、で前回は私がこのサーフェスブック3を使って動画を作ったんですけども、その時作ったソフトがプレミアラッシュというソフトです。それはね、結構直感的に触れるソフトなので、うん、これから動画を始めたいっていう方に対してすごくおすすめしやすいソフトなんですけども、うん、今回は Adobe のプレミアプロ2020っていうのをね使って、もうワンランクアップした編集と、うん、あとはグレーディングとかもねご紹介したいと思います。上田家はものすごくね旅に去年おととしとね行ってましたけど、うん、そこで実は写真を撮る以外にも動画をね実は撮ってたんですよね。なのでその動画素材を使ってちょっとダイジェスト的なものをね作っていきたいと思います。楽しみですね。はい、はい、ではご覧ください。今から編集に入っていきたいと思います。今回使用する Surface Book 3は15インチの、ね、モデルを使用します。実は Surface Book 3は 13.5 インチと15インチの、ね、2種類の、ね、モデルがあるんですが、その中でもやっぱり15インチっていうのは映像編集するには非常に、ね、向いてます。僕は Surface Book 2の時は機動力を重視して 13.5 インチを、ね、使ってたんですが、今回は、ね、15インチを選びました。でこの15インチってやっぱり 13.5 インチと比べると圧倒的にパワフルなんですね。で特に僕は Surface Book 2からの、ね、アップグレードなので、明らかに、ね、スピードが違います。やっぱり向こうでも Surface Book 2の 13.5 インチでももちろん映像の編集はできてたんですが、やっぱりレンダリングのスピードとかね、そういったものを見てると圧倒的にねスピード感が違います。本当にリアルタイムにサクサク動いてくれるっていうのが、まあ、今回の Surface Book 3の15インチのモデルです。でこの15インチには、まず CPU ですね、第10世代のインテル Core i7 っていうのがね搭載されてます。はい、それはクワッドコアなんですね。で型番が、1065の G7 っていうものをね搭載してます。そして GPU っていうねグラフィックのメモリーに関しては、NVIDIA の GeForce GTX1660Ti っていうモデルがねこれにはね搭載されてます。なのでもう映像のレンダリングとかもですね、もうサクサクね行えちゃいます。ちなみに、メモリーは 6GB 搭載してます。はい、なのでリアルタイムレンダリングなんかもねかなりできちゃうんですね。はい、なのでこのハイスペックなこの Surface Book 3を使って、今から Adobe の Premiere Pro 2020っていうのを使って旅ムービーをね作っていきたいと思います。前回ご紹介した、Premiere Rush をね使って、小室がねやったものっていうのは、ポータブルスタジオモードって言って裏返しても直感的にやってましたが、このプレミアプロの場合は意外とこのキーボードのショートカットっていうのを使ったりするので、ポータブルスタジオスタイルよりはこのノート PC スタイルのままの方がね便利です。もちろんこのままでも画面をタッチすることはねできますので、そのタッチしながらこのショートカットも使いつついろいろねご紹介していければと思います。ではパート1を始めたいと思います。まずプロジェクトのね作り方からご紹介します。まずプレミアプロのアイコンを押していただいて、プレミアのね画面を表示します。そこから新規プロジェクトっていうところにね行きます。はい、こちらで新規プロジェクトをクリックします。そうすると新規プロジェクトのところに名前を付けれますので、こちらにトラベルにしましょうか。今回は僕が世界中で撮ってきた映像をまとめたいと思います。トラベルっていうのにねします。トラベル1っていうのにしますね。はい、でここでビデオレンダリングおよび再生っていうところを、こちらの GPU アクセラレーションっていうのが選べると思いますので、こちらを選んでおきます。そうすると Surface Book 3に入ってる GPU をね使ってレンダリングするので、ものすごくねパワフルになります。はい、これで OK をします。そうするとこういった形でまずはプロジェクトができます。はい、今度はプロジェクトだけでは、ね、何も操作ができないので、今度はシーケンスっていうのを、ね、作ります。で、シーケンスはファイルっていうところから、新規っていうところに行きます。そしてシーケンスっていうところに行きます。はい、
そうするとこちらをもうクリックするだけでいいんですが、やっぱりシーケンスってすごく作るものなので、コントロール N っていうね、あのショートカットでも問題ないです。はい。でシーケンスは初めてね見る方は結構パニックを起こしてしまうというか、見たことのないものがねたくさん書いてあるので、あれこれどれ選べばいいかなって悩んじゃうと思うんですね。でちょっとね見ていくと、ありとか AVCHD とか、デジタル SLR とかね、 DV、NTSC とか、あまり聞いたことのない言葉がねいっぱいあるかと思うんですが、これいろんなビデオのねシーケンスプリセットっていうんですが、ビデオのフォーマットとかに合わせてね作ってくれてるんですね。で今回は僕はほとんどの素材を、ニコンの Z シリーズっていうのと、あとは、パナソニックのルミックスの GH5 とかでね撮影してます。はい。一部ドローン使ってね DJI の Mavic 2とか Phantom 4で撮った素材も入ってます。はい。なんでこういうのはねひっくるめて、まあ、デジタル SLR っていうところからね選んでいただくといいかなと思います。今回作る動画はフル HD を目標にね作っていきます。一部の素材はもう 4K では撮っているんですが、やっぱり 4K をそのまま流すよりは 4K を素材としてズーム効果に使ったりとかでね、クロップして一部を使うっていう風にね使っていきたいので、今回は 1080p っていうのをね選択します。そして DSLR1080p30fps30fps っていうのをね選択します。はい。そしたらあとはシーケンス名っていうのがね作れますので、今回タイトルは、シーザワールドっていうのにしようと思うので、これで OK をします。はい、これで OK をします。ではここに今度は動画素材をね入れていきます。もうすでに動画に関してはもう数年取りだめたものをこちらの Surface Book 3の SSD に直接ねもう入れてます。なのでフォルダをね指定するだけなんですね。はい。ではファイル読み込みっていうところに行きます。はい、読み込み、シーザーワールドっていうねフォルダー、そしてフォルダーの読み込みっていうところに行きます。そうするとここにねフォルダーが追加されました。これをダブルクリックすると、はい、こんな感じで撮ってきたね映像が入りました。ここまでがパート1です。パート2では音楽の選び方と音楽をタイムラインに入れる方法をご紹介します。まず映像を作る上で僕は最も重要なのは映像ですが、その次に重要なのは音楽だとね思ってるんですね。やっぱり音がいいと映像がやっぱり際立ちます。やっぱり写真と大きな違いっていうのは、映像が動くことと音による効果によってより臨場感を感じるっていうのもやっぱり映像のね素晴らしさだと思ってるんですね。で音楽って何の音楽使ってもいいわけではないんですね。 YouTube とか動画配信サイト SNS とかに動画をね、アップロードしようという方は気をつけていただきたいのが著作権ってやつですね。なので著作権フリーの音源を購入されることをお勧めします。で著作権フリーの音楽ってどこでねゲットすればいいかっていうと、僕はですねいくつか使ってるサイトがあるのでご紹介しようかなと思います。まず最初は僕はね海外のサイトが多いんですが、エピデミックサウンドっていうねところ、ここはねロイヤリティフリー著作権フリーの音楽非常にねたくさんあって、これはサブスクリプションなので月額、確かね15ドルぐらいでね、利用できるんですね。しかもアンリミットに使えるので、たくさん動画を撮る方はこういったサブスクリプションタイプの契約がねおすすめです。一方ねやっぱり1個ぐらいしか作らないよとか月1でその時その時で合った音楽に合わせたいよっていう方はオーディオジャングルっていうねサイトがあるんですが、そちらから音楽をね買われるといいかなと思います。ここは1曲あたりでね売ってます。なのでこちらに例えば Vlog とかですねトラベルとかイメージを検索かけていただくと、それに合ったものというのがバーッと出てきますので、そこから1曲ずつ購入するっていうタイプで、1曲あたりで20ドルから50ドルぐらいって幅はあるんですが、それもね非常に便利なのでねおすすめです。はい。なのでオーディオジャングルかエピデミックサウンドってねちょっと覚えておくといいかと思います。今回はエピデミックサウンドでちょうどいい、ね、音楽を見つけましたので、それをもうすでにダウンロードしました。はい。こんなね音になります、音源ですね。
ちょっと静かめの曲をね選びました。世界を旅して僕が見てきた世界をまとめるなら、まあ、こういった曲がいいかな。でちょっとした盛り上がりもあったりして演奏にはねすごく合うんじゃないかなと思います。はい、これをですねちょっと今回使っていきます。はい、すでにもうデスクトップ上にダウンロードしてます。音源をこのプレミアプロに入れるにはファイルから読み込みっていうところ、先ほどの動画と同じようにね読み込んでいただいてもいいですし、もっと簡単にやる方法はダウンロードしたファイルをシーケンスにドラッグしてしまうというねやり方もあります。はい、どちらでもねいいのでぜひねやってみてください。はい、で今ね僕はドラッグしてみました。そうするとここに今ね、音が入ってます。編集にね欠かせないちょっとツールっていうのをねご紹介します。はい、こちらのサーフェスダイヤルなんですが、これはやっぱり編集するときにも便利ですし、こういった音を使ったりするときにこれがボリュームコントロールになったりするんですね。なのでこういうふうに長押ししてボリュームっていうのにしておくと、例えば音がちょっとちっちゃいなと思ったら回すだけでね音量が上がります。ちょっと音うるさいなと思ったら下げるっていうのもダイヤルでできちゃうので、ね、すごく便利なんです。はい、こういった感じで今回このサーフェスダイヤルっていうのもね使って編集していきたいと思います。パート3はエディットです。今から編集を簡単にやる方法っていうのをねご紹介していきます。映像の編集ってすごく簡単なんです。素材のどこからどこまでを使うっていうのを決めるだけなんですね。なのでそういうのを使うところをイン点って言います。はい、インで終わるところをアウトっていうね、インアウトの点を決めてシーケンスにね入れていくだけなんです。なのでここから使おうと思ったらインは i ボタンを押します。はい、 i って押すとこういった感じでここから使いますよと。で、もう一回スペースを押してここまで使おうってなったらアウトってやります。はい、そしてあとはその切ったですね映像を入れていきます。まあ、インサートでも上書きでも何でもいいんですが、はい、こうやってね入れていきます。はい、そうするとこちらのビデオのところにね入りました。はい、で押してみると、はい、こんな感じでね映像が載ってきます。でこれ見ていただくと左側に出ている映像と右側に出ている映像ってね異なりますよね。実は 4K で撮っといた映像を今タイムラインはフル HD になっているので4倍もの面積があるので拡大されている状態になります。なのでこれはね直す必要があるんですね。なのでここをクリックしてエフェクトコントロールっていうところに行きます。はい、そこからモーションっていうところをね開いて、スケールっていうのが今 100% になってるので 4K 分になってるんですね。なのでここを 50% にすればフル HD サイズになりますので、小さくなります。はい、こうやって、はい、いい感じですね。もうちょっと長くていいなっていう時はここをですねサイドをつまんでギューッと伸ばしていきます。はい、これでね OK です。ここから便利な機能をね使っていきます。はい、このサーフェスダイヤルを使うとすごく細かなトリミングとかもねできるようになります。例えばまずサーフェスダイヤルを長押しして1番っていうのを、新しいツールっていうのを選びます。ここには実は、僕がショートカットをね割り当ててます。はい、これね実は左に回すと一コマずつ戻ります。そして右側に回すと一コマずつ進んでいくんですね。なので細かなトリミングとかがね本当に簡単にできます。はい、なのでちょっと数フレーム削ろうかなと思ったらこういう風にして数フレームトリミングしたりとかっていうのもねできるわけですね。なのでこのサーフェスダイヤルねものすごくね便利ですね。そして実はこれ押すと今再生っていうスペースの、ね、役割もになってます。はい、このサーフェスダイヤルを使うとね本当にフレームを少しずつ進めたりっていうことが本当に簡単に行えるので便利なんですね。はい、ではこのやり方で次々と
使うカットっていうのをね入れていきたいと思います。ある程度カット編集が終わりました。音楽はかなりスムーズなね音なので、ちょっとカットカットがブチブチ切れてしまうと少し目立ってしまうので、これを目立たなくするビデオトランジションっていうのをね使っていこうかなと思います。はい、この変わり目をですねスムーズにするねトランジションをね入れていこうかなと思います。はい、そしたらエフェクトをしていただいてビデオトランジションっていうところに行きます。はい、でビデオトランジションの、ディゾルブっていうところをねクリックします。はい、そしてクロスディゾルブっていうのを選んでください。はい、これを選択してこちらに持ってきます。はい、でカットとカットの継ぎ目に入れると入ります。このねクロスディゾルブっていうのがどんな感じになるかね見てみましょう。はい、こういった感じでスムーズに次のカットにね切り替わります。はい、今フル画質で、プレビューしてるんですけど、一切カクカクすることもなくしっかりね動いてくれてます。パート4ではルメトリカラーっていうグレーディングツールを使って映像の色をねちょっと調整していきたいと思います。これは D ログっていうので撮ってるんですね。ログっていうので撮ってます。要はダイナミックレンジを最大限活かして撮る代わりにすごくフラットなプロファイルで撮れるっていうものなんですね。なのでそのまま使ってしまうとあまり色の印象が良くないんです。なのでここからグレーディングっていうのをして色をねつけていきます。まず最初にカラーっていうところをね押します。はい、そうするとこういった感じのルメトリカラーのねツールが出てきます。はい、基本色補正とかね、あとはラットの設定、ルックアップテーブルって言って、まあ、簡単に言うと色のプロファイルのようなものですね。はい、を使ったり、あとはクリエイティブで、このプレミアプロに入ってる色のルックっていうものをね使ったりできます。あとは写真と同様にカーブが使えたり、 HSL のカーブですね、あとは色相 VS サイドとかですね、そういった細かな調整もできるようになってます。はい、こういったものをね駆使していろんな色を作り上げていくわけですね。で僕はですね映像に関してはやっぱり時間がないことって結構多いんですね。なのでできるだけ早くグレーディングを行うためにラットっていうのをね使ってます。はい、なのでラットもこのプレミアプロについてるものもあるんですが、僕はカスタムで別途購入したものを読ませるようにしてます。はい、で今回ね自分の使ってるラットをデスクトップに入れといたので、M31 っていうラットでログからREC709 っていう色空間に変換するラットです。これをポンと開くと、はい、瞬時に今ね色が変わりましたよね。これがラットの最大の魅力なんですね。瞬時に色をバンと変換してくれます。で、これでも基本的なグレーディングってもできてるんですね。あとはこのやっぱりカットごとに露出も違いますし、撮ってるもの色も違うので、やっぱりラットはやっぱり触れる範囲というのはそんなにないので、ここから細かく明るさとか、ハイライトちょっと明るいなちょっと落とそうかなとか調整ができます。そして、あとはカラーホイールっていうのを使ってミッドトーンにちょっと派手に動かしてみますね。はい、赤を入れたいなとか青っぽくしたいなとかですねっていうのもできますし、シャドウ側にシアンをちょっと入れて印象的にしようかなとかですねっていうのができます。これはちょっと夕日のシーンなのでミッドトーンには少し赤をね入れたりして、調整をねかけていきます。で少しこのトラックパッドでやりにくいなっていう時はこちらのサーフェスペンを使って直感的にこういうふうにね動かしていくわけですね。こういうふうにね動かすというのですごく直感的ですね。そしてあとはカーブも触れます。はい、もちろんこれ RGB のカーブなのでここはねペン使った方がね圧倒的に楽ですね。サーフェスペンがあると細かなセッティングもね直感的に行えます。あのポータブルスタジオにしとけばもうよりやりやすいんですが、このノート PC スタイルでもタッチができるっていうのはやっぱりサーフェスブック3のね最大の魅力なので、
こういった感じでねやっていきます。であとは色相 VS サイドとかは、例えば空の色相だけを少しサイド上げたいとかっていうのもできますし、逆に落としたいとかっていうのもここで細かくできるようになってます。その他にクリエイティブのところにルックっていうのがありますので、こちらはねすっごいたくさんいろんな色のねプロファイルがあります。例えばエテルナとかですね、こういったものが用意されてますので、こういうのが気になる方はここから選んでいただくとねいいかと思います。はい、こんな感じで一つずつカットをグレーディングっていうのをやっていきます。はい、編集が終わりました。すごくねいい感じに編集ができたかなと思ってます。全体で2分ちょっとのねムービーにできました。サクサク動いてくれたのでね、とっても楽でした。ではできたプロジェクトのシーケンスですね、書き出しが必要なんですね。なのでファイルから書き出しをね選択します。はい、書き出し、そこからメディアっていうところにね行きます。そして書き出し設定っていうところで、まあ皆さんの用途があるとは思うんですが、もう SNS とかにアップするんであれば H.264 にしておけばいいかと思います。そして出力名をね付けといた方がいいと思うので See the World にでもしましょうかね。はい、これで保存、これで MP4 のね形式になるかと思います。はい、あとは書き出しっていうのをね押していただくと書き出しをねやってくれます。はい、多分数分でね終わるかと思います。まあ、こういった感じで動画のね編集っていうのを一通り見ていただきました。動画の編集って、ね、やっぱりすごく難しいイメージがあると思うんですが、パートごとにねしっかりやっていけばそんなに難しくないので、あとはたくさん編集していただいて慣れていただくっていうことがね重要かと思います。なので今回 Surface Book 3を使えば本当に直感的に動画編集もできるっていうのがね見えたかなと思います。ぜひね皆さんも Surface Book 3を使って動画編集挑戦してみてください。最後にできた動画2分のね動画見ていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。